アイソーラー2ツアーは、イギリスのミュージシャンであるデビッド・ボーイが1978年に行ったアルバム、ローとヒーローズのリリースに伴うコンサートツアー。ロー、ヒーローズツアーとしても知られる。1978年4月28.29日のフィラデルフィア公演、5月5日のプロビデンス公演、5月6日のボストン公演の録音はライブアルバム。 ステージとして同年にリリースされた。また、6月30日7月1日のロンドン公演の録音は、Welcome to the Blackout Live London 78として2018年にリリースされた。ツアー最終日である1978年12月12日の NHK ホールでの公演は同局によって撮影され、翌1979年3月26日に、 番組、ヤングミュージックショーで放送された。これは1978年5月9日に、アメリカ合衆国のニューヨークで行われたライブのセットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。ワルシャワの幻想ヒーローズ・ホワット・イン・ザ・ワールド・ビー・マイ、ワイフ・ジーン、ジニー・ブラック・アウト・ギワク・スピード・オブ・ライフ・壊れた、鏡美女と、 野獣フェイム5年間魂のアイスター君の意志のままに、ジギースターダストサフラジェットシティロックンロールの自殺者アートの時代アラバマソングステーションゥ、ステーションアンコールステ TV イ TVC15 位都式、犯行、ジギースターダストから、アラジンセインから、ダイヤモンドの犬から、ギャングアメリカンズから、ステーションゥステーションから、ローから、ヒーローズから、その他の曲。ありがとうございます。